ハマグリシルコハマグリルは、ふところ汁粉の一種。汁粉の、詩よび、この文字は、それぞれ、心ざし及び、いにしえを崩した、変態仮名を用いるのが正式で、ハマグリシル、この他に、ハマグリシルいにしえ、ハマグリシルコなどとも表記される。三重県桑名市や大分県中津市の名家とされる。ハマグリの形状をかたどった、最中の中に、乾燥した小豆あずき案とあられが入っている。 湾内で最中を半分に割ったり穴を開けたりして湯をかけて溶くと即席の汁粉になる。三重県桑名市でハマグリ汁粉の製造・販売を行う和菓子店は複数あるが代表的な店としては1895年創業の玉川県市にせが挙げられる。開始年代ははっきりしないが初代当主の頃から製造を行っている。 原材料は砂糖、小豆、じゃがいもでんぷん、もち米、くず粉、塩。もち米で作られた最中は、桑名名産のハマグリをかたどったもので、表面は炭火で焼かれ、焦げ目がついている。原材料に、くずが用いられているため、とろりとした食感がある。土産物、外出時の携帯用の汁粉などとして親しまれている。他に、花の舎、 カメリョーガシホなどでもハマグリシルコの製造、販売が行われている。大分県中津市のハマグリシルコは、1924年創業の武蔵屋総本店が製造、販売を行っている。初代当主が1927年に作り上げたと、される。巣尾灘に面した遠浅の海岸で採れるハマグリや、群れ飛ぶ千鳥に層を得たもので、ハマグリをかたどった最中の中には、 あんな他に、紅白の千鳥のあられが入っている。第17回全国菓子大博覧会で名誉金賞を受賞している。あずき味の他に、抹茶味もある。ありがとうございます。